こんにちは、栄光石清水と申します。私の方からは、サーモフィッシャーサイエンティフィック製ハーケマーズ40の、ご紹介をいたします。こちらの装置なんですけれども、高性能なレオメーターになっておりまして、粘度と粘弾性両方できるような、装置になっております。で、こちらの装置なんですけれども、こちら の, プレートをですね、上 の, この測定ヘッドに、取り付けまして、でこのヘッドが、上下に動いて、サンプルをですね、このプレートの間に挟んで、測定するような形になります。で粘度を測定するときはこの上のプレートを回転させて測定を行います。でこちらの装置なんですけれども、エアベアリングを使ってますので、非常に回転抵抗が小さいところから測れる、要は応力の小さいところから測れますので、垂れ性レベリング性みたいなですね、非常に動きの遅い挙動を見ることもできますし、あとはその、高速でですね、回転させることによって、光線の測量領域ですね、塗料なんかをですね、塗っているところ、印刷しているようなところの特性を、このジオメトリーを変えずにですね、測定することができます。塗料以外でもですね、食品 の, 食感を数値化するとか、喉越しを評価する、あとはその化粧品 の, 使用感ですね、塗った時の感触、伸びを評価する、そういったもので、お使いいただくこともできます。であと、この、マーズ40なんですけれども、粘弾性も、測定することができます。粘度測定の場合はこの上のプレートを回転させて測定するんですけれども、粘弾性を測定するときは、オシレーションですね、こう左右に、微小に振動させて、測定を行います。でこの微小振動させるときも、実際には目に見えないぐらいですね、非常に微小な歪みを与えて測定する形になりますので、サンプルの構造を壊さずに、測定することができます。でその、その構造の中から、サンプルの その粘性成分と弾性成分ですね、要は固体的な性質と液体的な性質を、分けて、測定することができます。で、粘弾性を、測定する、目的なんですけれども、ポリマーのですね、絡み合いだったりとか、あとはその何かこう分散シェル系のですね、分散シェル粒子の構造なんかを、評価するのに、非常に有効になります。で、あとこちらの装置なんですけれども、温度コントロールシステムが、いくつかありまして、ペルチェの場合ですと、マイナスの、30度から180度までですね、温度を変えて測定できますし、あと、プラスチック材料なんかやる場合ですと、電気ヒーターのシステムですね、これですと400度まで加熱することができます。あとはそのチャンバーシステムというのがありまして、そういったものを使いますと、マイナス、180度から、600度までの温度コントロールが可能になります。であとはこちらの装置はオプションをいろいろ付け加えることができます。例えば UV と組み合わせ UV 効果の挙動を見たりですとか、あとはその IR とかラマンを組み合わせてやってですね、物理的な、測定をこのレオメーターで評価して、科学的なですね、変化を、IR、ラマンなんかで評価することができます。こういったハイブリッドでですね、測定できるシステムというのは他になかなかないかと思います。もしこの装置ご興味ございましたら、下のリンクにですね、アクセスいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。